山陽新幹線九州新幹線 JR 九州高速線カンフフェリー KTX 日韓共同切符とはかつて JR 旅客各社及び韓国鉄道公社カンフフェリー JR 九州高速線未来高速の提携によって販売されていた特別企画乗車券。なお、日韓共同切符は日本側での故障であり、大韓民国側では韓日共同乗車券と呼んだ。 日本国内の主要駅と韓国のソウル駅の間を列車と船で乗り継ぐ経路が設定されていた。発案者は大阪在住の司会士だった高垣雄二郎だった。高垣は1949年に阪神ビル別館、1953年に大阪駅前の第一生命ビルに診療所を開設し、駅前という場所柄国鉄関係者との人脈があり、 国鉄利用者懇談会の座長を務めた。また、1967年からたびたび、韓国を訪れた。一枚の切符で日韓を結ぶというアイデアを、高垣が提案すると、日韓双方の交通、鉄道関係の要人からの指示を得た。1988年6月30日に、角田達郎、JR 西日本社長が、韓国鉄道庁を訪問し、 日韓共同切符発売契約に調印した。1988年にはソウルオリンピックが開催され、日本から韓国への旅行者が急増し、航空券の手配が困難となったのを救済する名目で同年7月からで販売が開始された。当初、日本側では JR 西日本、JR 九州のみで販売されたが、1990年から、 全 JR 旅客各社で販売されるようになった。戦前から戦中まで日本からは韓風連絡船を介して朝鮮、満州、ヨーロッパまでの乗車券をまとめて購入できる国際連絡運輸が実施されており、それを韓国との間で再開したとも言えるものであった。しかし2006年3月17日に JR 北海道が 3月31日に JR 東日本がそれぞれ販売を終了した。残りの会社も2015年6月30日をもって販売を終了した。なお JR 西日本とカーイルは日韓共同切符に代わる新たな旅行商品を将来的に発売することで合意している。KTX の運賃が約30%日本の JR の運賃。 料金が9から30%ほど割引となった。日本側では、下関駅内市は、博多駅までの乗車券、特急券と、下関港不山交換のカンフフェリー内市は、博多港不山交換の JR 九州高速線の運行するビートル、または未来高速の運行するコビー、それに、不山駅ソウル駅間の KTX、または不山駅、 京州駅ソウル駅間のセマウル号の代金がセットになった形で販売された。また下関、博多富山間の航路を省き、博多駅までの JR 運賃、料金と KTX の料金をセットにしたものもあった。販売したのは JR の営業地域におけるその地域路線の運営を行う主な JR の系列旅行会社であった。また、子供用や袋券も販売した。 なお、日本で韓国の KTX、セマウル号の座席指定も同時に行われた。韓国側では、ソウルの他に、大田駅、東手具駅、京州駅を起点とし、博多、または下関まで航路で出て、日本側の各発売駅までの JR 運賃、料金をセットにしたものが販売されていた。日本国内における JR 線の使用列車と経路は、 以かのように定められていた。なお、鉄道と船舶を乗り継ぐ、市内交通については、この切符に含まれていない。ありがとうございます。